静岡県の未来を開くものづくりカンパニー。毎週この時間は静岡県内のものづくり企業やものづくりを応援する組織の方をお招きし、最先端の技術や世界に誇る製品、人、新たな取り組みなど、ものづくり県静岡の未来を開く鍵となるお話を伺っております。今日は藤枝市岡部町にあります美光産業株式会社、美しい光と書きます、美光産業株式会社管理部総務課主事補岡田陽一さん、そして営業課課長の池田海一さん、お二人にお越しいただきました。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、キリンビバレッジさんがなんと午後の紅茶を差し入れいただきました。ありがとうございます。はい、ちょっとこれ美味しいです、ね、これをいただきながらちょっとお伺いしていこうかなと思っておりますが、うん、まず岡田さん、はい、美光産業株式会社どんな会社なのかというところから、あとまあちょっといいですよ、あの前振りの部分からでいいですよ、はい、よろしいですか。どうぞお願いします、はい、前振りからどうぞ。はい、まず初めにですね、このわさびに出演させていただきですね、とても光栄でございます。あの私自身ですけどね、まあ、社用車で前外出するときあるんですけども、お時間の許す限りは、この、番組あの拝聴させていただいております。あ、もうありがとうございます、あの特にねこのコーナーが好きっていうのはないんだけど、まあ、どっから入ってもこのパーソナリティお二人のあのやり取りがねもう本当面白くて。マジっすか。はい、であのホームページも見させてもらいましたけど、はい、あの本当にこう40代の男性の背中をそっと押してくれるような、はい、そんなあったかい番組ですね。それは本当に感じました。うわー、もう、はい、今のも録音して何回も使おう、はい、今後お願いいたします、はい、いや、ありがとうございます、はい、でまたあの今回ですね、まあ、いろんな準備等でですね、あのお世話になったスタッフの方、また今回ご提供のキリンビバレッジ様、感謝申し上げます。ありがとうございます。本当に。はい。それはお時間も あのありますので。会社紹介。結婚式か。会社紹介させていただきます。はい。はい。よろしいですね。はい。どうぞ。会社紹介お願いします。はい。当社はですね、藤枝市の岡部町にあります、美しく光ると書きまして、美光産業株式会社と申します。はい。創業は1973年、今年で52年目を迎える会社になります。はい。はい。当社のね、グループ企業といたしましては、九州は佐賀県。また海外はですね、タイの方に工場がございます。従業員数はですね、こちら藤枝の岡部地区で160名ほど、うん、また全グループですけども、400名ほどの社員がおられます。はい。はい、主な事業内容についてはですね、まあ、この後あの営業の池田からですねまたお話しさせていただきますけども、うん、当社、自動車業界となります、自動車等のヘッドライトの、とテールライトの部品をね、製造しております。はい、はい、プラスチックの成形、うん、まあ、プラモデルをちょっとイメージしていただければと思います。そのもうちょっと大きいものかな、うん、はい、また当社のですね特徴強みであります蒸着というもの、まあ、聞き慣れない言葉であるんですが、うん、はい、蒸発、あの水がこう蒸発する、その蒸発ね、はい、その蒸発の蒸に付着の着と書いて蒸着となります、はいはい、これ手先生聞いたことあります？蒸着って言葉。いや、あまりないですね。まあ、ないですよね、うんうん、はい、まあ、ニッチな産業でございますけども、まあ、この蒸着とはですね、まあ、ある金属、我々はアルミを使ってるんですが、うん、アルミをですね蒸発させて、プラスチックの表面に付着させる技術となります、はあ、はい、これによりですねあの綺麗な表面処理、そういったメッキ処理がですね可能となります。なるほど、はい、そうですか。ヘッドライト、テールライト、はい、まあ、確かにね、美しく光るわけですからね。あ、ありがとうございます。さあ、はい、この先ちょっと池田さんにも伺いますが、具体的にはどういった製品を製造されてるんですか？はい、あの重複しますが、主には自動車やバイクなどのランプ部品を製造しておりますが、その他の実績としましては室内照明部品や化粧品容器のキャップ、お酒の容器の酒瓶やパチンコ台のメッキ部品などをやらせていただきました。幅広いですね、うん、はい、でさらには環境面にもしっかり取り組まれて、そこから新規事業が生まれたということですね。はい、富士市にある FP 化成さんという会社さんと出会いまして、うん、セルロースナノファイバーについて知りました。はい、いろいろと環境面に取り組めないかという、まあ、相談も兼ねて相談させていただいたんですけれども、うん、アウトドアメーカーのスウェン様のオリジナルマグの商品化に携わるお話をいただきまして、協力させていただきました。スウェンのマグカップですか、はい、こちらのレーザー加色、あ、これですか、はい、やらせていただきまして、本当だ本当だ、実物が、ね、うん、ありますね、はい、
であと外部環境としても、SDGs やカーボンニュートラルという課題が世界全体に求められる流れが来ておりまして、バイオマスプラスチックで商品開発を始めました。なるほど、はい、今日はそのノベリティグッズをお持ちいただきました。はい、ありがとうございます。どれからいきましょうか、はい、コースターでお願いします。コースター、はい、なんとですねこれコースターなんですけど四角いわさびのロゴを入れていただいておりますよ。すごいですね。作ってくれたんですかこれ。はい、あの試作でやらせていただきました。嬉しいな。嬉しいですね。これ我々も結構ノベルティグッズステッカー作ったり、はい、タオル作ったりしてるんですけどコースターって今までなかったもんね。そうですね。これいいんじゃないのこれのノベルティ、うん、これ原価いくらぐらいですか。やらしい話、はい、まだそれはまた後ほど、うん、はい、すごくいいいいよねこれ、うん、ありがとうございます。あの腰由来の、はい、まあ、紙由来のですねセルロースを配合しておりまして、うん、通常の樹脂よりもあのちょっとすべすべしたような肌触りとなっていまして、うん、はい、確かに。で、あの、まあ、セルロースが入っていることによりまして、うん、外観的にもその模様が出ているんですが、うん、はい、こちらもセルロース樹脂の特徴でありまして、はい、この風合いが気に入っていただければ、なるほどね、はい、良いかと思っております。だからこれ多分風合い模様っていうのは一個一個多分違いますよ ね、 ね、その通りです。はい、特別感ありますね。そう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 、うん、これいいんだよな。ちょっと後であの写真載っけさせていただきますね。ありがとうございます。はい、他にも何ですか、うん、これはこちらはあの実績になるんですけれども、うん、弊社のメッキ部品を持ってきました。きれいな銀メッキ、はい、プラスチックに、アルミ蒸着を行いまして、うん、これプラスチックなの。はい、そうです。お、金属体ね。完全に金属だと思ってた。あ、はい、プラスチックやん。はい、これ何に使ってるやつですか。これはヘッドランプの中にあります、はい、部品ですね。へー、あー、はい、これが入ってんのか、はい、いや綺麗なもんで、うん、もうほぼ鏡と言っていいぐらいのメッキですね。 ありがとうございますですね、はい、現在製作中の製品もあるということですが、はい、ノビリティグッズの第2弾としまして、コップの金型を現在製作して中です、うん、はい、今年の10月に完成予定となっておりますので、うん、またサンプルができたらお見せしたいなと思っております。そうですね、はい、これ、まあ、環境も考えながら自社の技術を生かして、自社製品の幅を広げていっているということだと思います。これオーダーも受け付けてくれるんですね。はい、写真などの画像をいただければ対応可能です、うん、基本はロット受注なんですけれども、はい、ご要望があれば個人のお客様も対応させていただきたいと思っております。気になる方はぜひお問い合わせをお願いいたします。これマジの話、うちの番組これぜひぜひねえ、うん、ちょっとなんかいろんなもの作れそうですね。あ、はい、その通りです。金型さえあればですね、うん、定着を、あ、成形をしまして形を作り、はい、その後に表面処理の技術で、うん、アルミをつけたり塗装をしたり、うん、またレーザーであのデザインを印字したりできますので、うん、ぜひ、お役立てればと思います。ですよね、実際このマグ、はい、マグカップもな、今まで作ったことないしさ、はい、いいな、ちょっとこれ、ね、ぜひ今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。では最後に美光産業株式会社今後の目標夢などありましたらぜひお願いします。はい、直近の目標は新規開拓です、うん、自動車業界は100年に一度の変革期が来ていると言われております、うん、自動車に関わる企業様すべて同じ課題があるかと思いますが、会社一丸となりなんとかこの苦境を乗り越えさらに会社として成長していきたいと思っております。はい、力強いお言葉でございました、今日は藤枝市岡部町にあります、ごめんなさいね、美光産業株式会社の、管理部総、管理部総務課主事法の岡田陽一さん。岡田さん、これからもラジオぜひ聞いてください。ありますお待ちしております、はい、営業課課長の池田海一さんにお越しいただきました。どうもお二人ありがとうございました。ありがとうございました。以上、静岡県の未来を開くものづくりカンパニーのコーナーでした。